始まりました。ミルクサッカーアカデミーでございます。天野で頼む天丼はオールスター天丼、人生脇役井上真でございます。やかましいわ。ミルクサッカーです。よろしくお願いします。今日はこちらですよ。ドン出ました。日本代表9月時点最新番手表でございます。わー、出た。久々じゃないこれ番手表。まあ、ね、そうなんですよね。いやー、もう中国に勝ちましてね、一安心で終えたということですけどね。そうなんです。盛り返した、盛り返した。ああ、バンテヒョーダ先生、おなじみの。そうなんです。まあね、2019年まではよくやってたんですけど、はい、昨年はね、あまりこう、代表のまず活動も薄くなかったっていうところと、はい、まあ、東京オリンピックも終わりましたので、はい、まあ、全然まとめてっていうことで、ちょっとやってみたいなと思っております。休む暇ないですね、終わったらすぐバンテヒョー作ってくれっていうのがね、このやっぱり、なんていうんですか、クレイジーでたまたるね、素晴らしい輝きを見せてますね、今日もね。最近は私、U15 の選手たちと JFL にハマっております。さて、じゃあ今日もね、やっていきましょう。よろしくお願いします。幅広いですね、先生ね。お願いします。じゃあ、見せてください。こちらでございます。3、2、1、ドン。はい。こんな感じでございますね。ああ、すごい、すごい、すごい。まあ、いわゆる上に行けば行くほど、まあ、いわゆるカタールへのゴールが近いんじゃないかっていうような、まあ、スタメン確定組っていうふうに思っていただければいいんじゃないかと思っております。これは普段の台所事情とかじゃなくて、年齢じゃないですね、上がね。そうなんです。当格順っていうか。上に行くほど当格、各ポジションずつのは当格順と思っていただければいいかなと思います。ちょっとじゃあ、パッとは見てますよ、みんな今ね。はい、まずね、一応念のための表の分析。教えてくださいよ、先生。はい。まずはピンクの部分、こちらゴールキーパーで。で、青がセンターバック、水色がサイドバック。オレンジが守備的ミッドフィルダー、黄色が攻撃的ミッドフィルダー。で、黄緑がサイドアタッカー、ウインガーで、緑がセンターフォワード系となっておりますと。で、あと、まあ、いいよね。上に行けば行く順にってことで、ちょっとね、皆さんに知っておいていただきたいことがあります。これ実は日本だけじゃなくて、世界全体の話なんですが、23人じゃないですか、代表ってよく。23人。はいはい。23人で今、ね、考えてないんですって。だいたい70人から100人ぐらいで考えておかないとってのがあるみたいです。それ何、日本だけじゃなく各国、はい、要は怪我とかももちろんそうなんですけど、コロナ関連で呼べないってことも想定しなきゃいけないっていうので。そうですか、なるほど。そうなんです。国のルールもまちまちだしね。そうなんですよ。っていうところもあるみたいで、というところで、まあ、いっぱいこれ ね持ってきました。はい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 。キーパーだけでもこんなにいるんだもんね。そうなんですよね。ってことで、まずゴールキーパーから見ていきました。あ、そうだ、一個忘れました。黄色で書かれてる方、黄色の文字になってる方々が、今回の9月の代表に呼ばれた方と思っていただければと思います。なるほど。はい。じゃあ、まずゴールキーパーから見ていきましょう。はい。まあ、ゴールキーパーは、まあ、特に何もなければ、川島、権田、谷ってね、今回の3人なのかなってところに、あとは、シントトロイデのシュミット選手とか。もう、谷選手はさ、こんな位置にいるんですね。日に上がってきたと思っていただいていいんじゃないでしょうかと。これは経験を積ますとかそういうことじゃなく、うん、もうそうだよね、最終予選に呼ばれてるってことはもうそういうことだよね。そうなんですね。あと何よりも大きいのが、やっぱり、はい、今日本代表ってもう各地に散らばってたりだとかいろいろしますけど、でもこう森保ジャパンでこう一緒に活動できる期間で一気にその森保さんの戦術を吸収した男じゃないですか、谷選手っていうのは。なるほど。そこでこう勝ち取ったってのは大きいよね。シュミットもなかなかどうして止めまくってますよ。いや、そうなんですよ。で、彼らに何かあった場合にはね、こうベテラン組で東口、西川なんて存在もいますし、はい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 、あとはね、中堅どころでポジション掴んでくれれば、ポルティモネスでね、中村康介って名前とかもいるよねっていうところでございますと。なるほどね。はい。はは、続いて今度はディフェンダーでございます。はい、これは何調べというか、先生のこうデータマンとしての、こう、なんていうんですか、いろんなものが、まあ今年のいわゆる招集、はい、呼ばれた順っていうところで考えるとこうなったねっていうところになっちゃいますね。はい、はい、はい。冷静に考えるとかね。次、センターバックでございます。こちらもまあ何事もなければ、まあ吉田富安は安定ですよね。怪我でもなければと。で、その次に本当は板倉って名前があるんですが、ああ、本当だ。はい。実は下の方の3人4人っていうのは、お怪我の方々っていうところで、で、実は今回呼ばれてたけど、ね、途中で帰っちゃったって形でしたから、板倉選手下にしてありますと。あ、まあ、怪我がなければ、ね、板倉くんは上なので。今現在、まあ、明日、招集だったらってことだね。怪我が受けてあるってことだね。そうなんです。ってことで、基本は吉田、富安、板倉、上田の順ですが、板倉、怪我で、それで呼ばれたのが庄司選手だったので、まあ、その位置には庄司さんがいるんだろうなと。ただ、どうやら谷口さんを呼びたかったってのもあるんですが、彼も怪我なのと、もう一人、マリノスの畑中選手も呼びたかった可能性があるんですが、ちょっと代表招集のタイミングで今のところ連続で怪我してしまってて、次がどうしても復帰が3月くらいになっちゃうので。ああ、そうですか。そうなんですよね。これでもね、ゆっくり直さないとね。そうなんですよね。
というところ。まあ、なんで、はい、ちょっと、ね、畑中選手は、ちょっと最終予選は厳しいかなっていうところはあるんですが、その後の親善試合とかね、ギリギリのところで間に合うかどうかっていう話になってくるのかなと思ってます。はい、ワールドカップ限定で言うね、と。続いて、サイドバックでございます。1戦目で勝っちゃった酒井宏樹選手は、まあ一応負傷の方に僕は入れたって感じなので、うん、まあ順番でいくと、まあ室屋さんが今のところ僕はサイドバックのトップなのかなと思っております。というのも、本当であればここ長友って名前の方が多分いいと思うんですが、はいはいはい、ちょっと難しくないですかってことはやっぱりありますよね。というのも今、特定のチームに在籍してないので、コンディションをどうやって高めるかっていうのが他の選手に比べてちょっと難しいところにありますよ。はい、だそこがちょっと上に来ないようになるかな。どこに戻ったんでしょうね、今ね。ヨーロッパに戻ったんですよね。そうなんですよね。拠点が今どこにあるのかって話になっちゃいますね。ね、終わってどうしたのかななんてね。そうなんですよね。はいはいはい、ちょっと情報が特にないという状況になっております。ウーレイが写真撮って載せてましたね、日本の。そうですね。空港でね、カタールからヨーロッパに飛び立つ便のね。ほんとそうです、ね。いっぱいいるな、日本代表ヨーロッパ帰るやつ。俺だけだ、中国みたいなね。インスタ上げてましたけど、なんだかに長友さんいなかった気するな。ちなみにそういえば、ここでちょっと情報というかデータとかニュースというか、2つほど。森保さんも日本に帰ってきませんでした。というのも、実は森保さん、日本に帰ってくると、夏休みですか日本夏休みはもう先月取っていて、バブルになっちゃうんですよ。はいはいはい。お外とかも出られなくなってしまうって。隔離期間ってやつ？そうなんですよ。で、隔離期間終わったら、じゃあ何かって言われると、その場で、速攻で JFA 行って代表の発表記者会見に臨むぐらいの感じになっちゃうんですよね。あ、10月シリーズの。そうなんですよ。あ、なるほど。ってことで、いわゆる、まともに動くことができないからってことで、自由に行動できる、ヨーロッパへと飛び立ちました。ああ、視察含め。そういうことでございます。で、さらにもう一個ニュースが出まして。でも、いつか帰ってきたら隔離しなきゃいけないんでしょ？まあ、でもだから、10月か11月かどっちかなんでしょうね。戻ってきた発表は海外でやるんですか？おそらくはそうなのかもしれない。ああ、それならいいね。確かにね。グローバルになってきましたね。ね、さらにグローバルなニュースがもう一個出てきました。日本代表がですね、千葉に今拠点あるじゃないですか、大阪とか。なんと新たな拠点デュッセルドルフが開港します。開港？すげえ。ドイツに日本代表の拠点ができるそうです。これでかいですね。すげえ。ああいう施設が、ね、そう、千葉みたいな感じの施設ができるそうですと。素晴らしい。でこれ何が言って、フル代表はまあもちろんなんですけど、アンダーカテゴリーの方々が行く時の拠点になれるなっていうのが、いいね。これはだからね、日本の今までのやってきたことがこう一つ成果として報われた形なのかな。ホテルとか取らなくてよくなるわけだ、ドイツ拠点にね。でかいですよね。隣国にも陸続きだから行けちゃうわけだもんね。そうなんですよね。となっております。はいはい。ちょっと戻りますけど、サイドバックで、はい、あと23人っていう枠の中だと、やっぱね、ポリバレントにいろんなとこできる中山選手も入ってくる可能性、今後ね、この最終予選の中で入ってきそうだなっていうのがありますと。はいはいはい。で、その時点のところで山根、菅原、小川、橋岡、プラス長友、佐々木、あとは怪我中のね、酒井&旗手っていうのがいるかなと、ね。誰が出てもって感じだな、でもな、そうなんですよね。なるな、そして安心感、こちらもというのがボランチでございます。まあ、この円突き抜けていいぐらいですよね、上にね。そうです。ですね。確かにね。柴崎、森田あたり、ちょっと頭角ランプ組と言っていいのかなと。ね、なんで4番手争いを、それこそ先ほどの中山雄太プラス、まあ橋本健人プラス、そして次回呼ばれるんじゃないかと言われてる田中碧。今回はね、移籍直後で回避したって。なじませ期間だからね、今ね。そうなんです。はい、もう一人移籍直後で回避したのが、川辺駿選手。ああ、そっか。そうなんです。でもね、スイス？そうなんです。グラスホッパーというチームにいますけど。で、ただ、もう一人皆さん忘れちゃいけない男がいまして、はい、アペルカンプ・シンター・カールと呼ばれる。話題ですよね。田中碧選手と同じ、今、デュッセルドルフでダブルボランチを組んでる相方。はいはいはい、かつ、アンダー21ドイツ代表10番の男。ドイツ代表10番。はい。そうなんです。で、まだ彼はドイツ代表のフルの方に入ってないので、うん、世代別はドイツだけども、日本代表センターが可能という、うん。なるほど。どうすんだろう。どうすんだろうね。そうなんですよ。接待しとかないとね、今のうちからね。お歳暮とかないと。だ彼が来るとなると、例えば田中アペルカンプでね、1年間デュッセルドルフでやるわけですから。あ、そうだね。そう。だからカタール向けで考えるとめちゃくちゃいいんですよね。いいね。確かにそうだね。でもそうなると、遠藤、柴崎、森田、橋本、田中アペルカンプで6人ボランチ呼ぶわけにはいかないんで。さあ、どうなんのって話になってきますよね。なるほどね。ガシガシ競争してもらいましょうよ。
間違いないですね。ね、うん、そしてトップ下の枠でいくと、一番は久保建英なのかなと。いわゆる、スタメンかどうか一旦さておいて、うん、23人に入ってくるって確率だったら、まあ彼が入ってこないことはまあないだろうなと。はいはいはい、で、プラス、まあ鎌田選手、南野選手も入ってくるでしょう。ついに追い越したわけですか、最近の。オリンピックとかをね、経て。うんうん、あと、唯一この3人で問題なのは、南野選手がリバプールでどれだけこう出場時間を詰めるかっていうところ、うん、ここにはかかってきそうですと、うんうんうん、はいはいはい、それ次第ではアントワープ三好ビーレフェルト奥川雅也もちろんあと原口元気選手あたりも持ち入ってくるでしょうし、それこそ今ねぐんぐん来てるのは鹿島アントラーズ荒木亮太郎なんて思いますから、そっかここもあり得るカタール本戦にね食い込んでくるかな、うん、遺跡も含め、ね、間に合ってほしいねちょっと面白いところですね、でそして今度ウインガーのところ行くと、もう紛れもないレギュラーはもう伊東純也でしょうと、はいはいはい、そしてあとは堂安古橋っていうところも23人の中には入ってきそうだよねっていうところが現状ですと、うんうんうん、はいはいはい、でそれに続いてくるのは今回やっぱり遺跡で叶いませんでしたけど、やっぱ三笘薫という名前皆さん忘れてないでしょうかという、うん、あそうですね、ちょっとしばらく忘れてましたね、まああの遺跡等々で、ブライトンの方にも行ってからベルギーに行ってとかもあったから、はいはいはい、なかなかねちょっと出る機会はなかった、ね、忘れてたわけじゃないですけどね、今回の代表に集中しちゃってたね、そうなんですよ、うんうん、でプラスねあのセレッソの坂本選手とかとはね、さっきご結婚された名古屋の相馬選手このあたりもいますし、あとそもそも忘れちゃいけないのが下の方怪我組に入ってますが、ボーフムの浅野選手やポルティモネンセの中島翔也選手、うん、どうだこのあたり忘れられない、はいはいはい、はい、いいよねと、うん、そしてセレッソに帰ってきたこの男井上隆、はい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 、だこのあたりがウインガーのやっぱりカタール候補組になってくるのかな、いるところ、いるなぁ、いますね、いるよね先生、さらに前一番前目とまだまだいいよ、まさ、はい、大迫オナイウというセンターフォワード今回呼ばれた2人もいるけれども、はいはいはい、まだまだその東京組で呼ばれてない男たち、林、はい、大前、綾瀬、うん、彼らがこれからやってくる、はい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 、プラス鈴木武蔵もいる、うん、ただちょっと難しいのがもしかすると次回の10月11月シリーズはあのアウェーは海外組、はい、でホームは国内組とかっていう可能性がちょっと残ってる、ね、常々先生ちゃん言ってくれてるやつですね、そうなんです、なんでもしかしたら次回は46人の代表となる可能性があるわけですよ、はい、海外組23人発表の時点でね、そうなんです、はいはいはい、ってなると、うん、国内組こんなパターンもまさに面白いんじゃないかと思うのが、はいはいはい、フォワード大迫と武藤、うん、武藤ねヴィッセルコンビこれ、大きいよね。なんてことも僕はあるんじゃないかなと思っております。いいじゃないだ。なるほどね。そうなんです、うんうんうん。で考えて、あとはね、あの、この国内組招集ってことは今後ある10月11月あるんじゃないかなと思うので、うん、まあ一番下にあの、期待枠っていうところで、まだね、代表経験ないような方々と入れてみましたと。はい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 、例えばね、ゴールキーパー、鹿島の沖選手なんかもそうですし、うん、あとはさっきの神戸コンビになぞられてたりですけど、なるほど。菊池涼っていうのがね、なんか全体見てみるとですね、実はあの川崎出身者がやっぱり多かったんですけど、ヴィッセル神戸っていう名前が自分、あのこれ作ってる中でなんかすごく多く出てきたんですよ、古橋さんもそうですけど、大阪を武藤、あと山口蛍、前川ダイヤなんて名前とかも出てきたので、なんかその中でね、もしかしたら神戸勢力がもしかしたらね、どんどん来るかも知れないなと。なるほどね。他には原松岡、樋口、はい、藤本寛也、斎藤幸喜って名前もちょっと入れさせていただきました。まあ、大体こんな感じなのかなと思っております。これ以外からは、カタールには間に合わなそうってわけじゃないわけでしょ？そう。まだまだいるっていうことでしょ？そのために僕は森保さんがヨーロッパの視察に行ったんじゃないかと思ってるので、はい、例えば鈴木戸一選手とか、あ、なるほど、中村敬斗選手とか、そうだね。そのあたりにもちょっと行ったりしてくれると面白い。遠藤圭太選手とかもね。そうなんです。いらっしゃいますから。なるほど。その辺のね、今を見に行ってる。楽しみですね。そうだね。はい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 。という、大体こんな感じなのかなと思われる日本代表2020年9月時点最新版代表でございます。とりあえず中国戦終わって、まずはその10月シリーズの発表が、うん、9月の下旬だと思われます。9月下旬にある。はい。というところまで代表は一応動きはないと言いますか。そういうことですね。ということなんですね。はい。わかりました。楽しみですよね。いや、ほんとですわ。わかりました。何度もダゾーンでまた見れますもんね、代表戦もね。そうですね。
いやいや、次もまた楽しみにしていきましょう。ありがとうございます。ということで、番付を教えてもらいました、はい、ということでございます。皆さんのご意見いかがでしょうか。ぜひコメント欄、そしてチャンネル登録ね、高評価ボタンもよかったら教えていただけると嬉しいなと思っております。井上真でございました。ナオミルク佐藤でした。メンバーシップサブチャンネルやっております。よろしくお願いします。それじゃあね、いってらっしゃい。